士山麓の豊かな自然環境を守り、育て、磨き、脱炭素と地域経済が好循環する持続可能な環境先進地域、それが富士山登録エコガーデンシティ地域循環共生圏です。世界遺産富士山のふもと、御殿場市、裾野市、小山町の西一町は、古くからその歴史、文化をはじめ一体的な生活圏を形成してきました。そんな西一町が自然環境を育み生かす脱炭素の輪と、地域成長を促進する経済活動の輪を、再生可能エネルギーとデジタル地域通貨の循環でつなぎ、環境と地域経済の好循環を実現する圏域が富士山登録エコガーデンシティ地域循環共生圏です。まず脱炭素の輪です。再生可能エネルギーの利用拡大、木育や環境保全活動の促進、森林の持続的な管理、省エネの推進、産官学金が連携した新たな脱炭素技術の開発、そして経済活動の輪です。環境重視型工業団地の整備、水素需要の拡大、公共交通の利用促進、交流人口及び消費の拡大、脱炭素と経済活動、2つの輪を再生可能エネルギーでつなぎ、デジタル地域通貨の循環でつなぎます。こうした取り組みにより、富士山麓の森林環境の保全、環境先進地域としてのブランド化につなげ、脱炭素と地域経済の好循環を生み出す持続可能な西一町の未来、富士山登録エコガーデンシティ地域循環共生圏を形成していきます。